みほりんです。いつも動画を見ていただき、歌も聴いていただきありがとうございます。今日はシリーズ番外編、待ってた G-MEN75 パート20、もう20ですね、第20弾をお送りしたいと思います。はい、待ってた G-MEN75 パート20はデアゴスティーニの DVD コレクション第66から70の5つの中から各 DVD から一番いいのを1つ選ぶいつものです。はい、では早速参りましょう。 DVD66 第196話、東京発光157号のトリック、真ん中のお話197話、飛行少女ミキ、198話、パレットナイフの殺人でございます。この DVD66 あたりになるこの飛行少女ミキのお話は、当時見ていた子供の私もちょっとね、印象に残るシーンが、覚えてるシーンが多くなってまいります、このあたりになりますとね。はい、でこの DVD66 号で私が選んだ、一番に選んだお話は、最初のお話196話、東京発光157号のトリックでございます。これはね、まあ、キーワードというかポイント、シンコの作戦、シンコさんって女性の名前ね、シンコの作戦、逆利用というところでございましょうか。これね、寺田みのりさんが扮する麻薬特捜班の田代警部補と G メンの立花警部補が、ね、合同捜査という感じなんですね。で新幹線で名古屋に向かうんですけれども、その新幹線内の立花警部補のところにこのシンコさんという女性から電話が入ってくるんですけど、シンコさんはこの寺田さん演じる田代警部補の、まあ、恋人役なんでございますよ。なぜか立花警部補宛に電話が入って、私の東京のアパートに電話をくれるように田代警部補に伝えて、電話をくれなかったら私死にますなんて電話でドキドキしちゃうんですけど、聞いてる方もどういうことなんて思いながらね、はい、見ます。で、シンコは、まあ、かつて、田代警部と、警部補と恋人だったんだけど、まあ、元さや、よりを戻した関係で、今も、まあ、一応恋人同士なんだけども、まあ、以前ね、7年前に別れた経緯というのが、シンコが水商売だったから、上司に結婚を認められなかった。そんなことあんの？それで別れたという形なんですけれども、まあ、元さやになったんだけど、そのね、元さや、まあ、よりをもやり直そうよって言ったのはね、男の方なんですよ。で、その気はなかったけど、結局好きだから、しんこが、田代さんのこと。また、元さやになっちゃうんだけど、田代はもう、しんこを道具としてしか扱わないわけですよ。餌で釣って、自分の手柄、自分の操作に役立た、もう使う、いいところだけ持っていく。というね、まあまあクソ男なんですよ。カス男、クソって言っちゃいけない、カス男なんでございますね。でどうなるかなと思って見てるわけです、私も。で元さやになったから少しは期待をしてるんだけど、新子も田代警部補の家に電話すると女が出るわけですよ。あーあーあー、お決まりのパターンねみたいな、で、まあ、疑っちゃうわけよ、新子も。ね、元さやなのに、よりが戻ったのに女がいるわけで、こういう流れになってきてるわけです。だけどシンコもね、すごく頭がいいの。東京の自分のアパートには、実は自分のホステス仲間のとその弟兄弟がいるわけです。自分は実は名古屋に行っちゃって追ってるわけ、田代警部補で、立花警部補を使って東京の私のアパートに電話しろって言ってるわけ、まあ、そこでシンコが何か企んでいるなっていうのが途中で分かってくるわけです。だけどところどころでシンコをね、気遣うね、立花警部補なんだよね。で、死ぬなんて、自殺なんて脅しに決まってるなんて、田代さんは、心配の死の字もないわけよ。要するに利用してるだけだから。
シンコの気持ちとシンコ自体をね利用してるだけなんです。でシンコはシンコで東京のアパートにいると思わせて、実は名古屋に行って田代のホテルの部屋に登場してくるわけですよ。おーと思うわけ。そこでどっちがどう勝つのかなってワクワクドキドキしながら見ます。ここら辺からで田代の本心をね聞こうとするけれども、状況で情報提供者を動かすには甘い餌で釣るとかって言っちゃうわけ田代が。要はシンコはただの情報提供者でうまく利用したっていうのがそこでもうなんとなく薄々分かってるけど本当に分かっちゃうわけよシンコが。でシンコブチギレ、田代を撃ち殺そうとするけれど、逆にここで田代に殺されちゃうわけなんですね。だからそのシンコのアリバイを見事に逆利用した田代という形になります。それでここがびっくりなんだけど、翌日東京のアパートでシンコのね、シンコの死体が見つかるのよ。一晩のうちに運んじゃった感じなんだよね。結局運んじゃったんでしょ田代が。それでシンコが立花警部補宛てに全てを告白したような手紙は、実は G メンが想像に基づいて作った田代を落とすためにって、それもすごいんだけど、ああそういうあの告白の手紙も用意してたんだシンコすごいと思ったけど、これは G メンが作りましたよってことなんだけど、で結局ねシンコ殺したじゃない。で名古屋から車に遺体を乗せて東京まで戻ってるのよ。すごいよね一晩のうちに。それで始発の新幹線で名古屋に戻ったって田代が。でもさ東京のアパートにいるはずの兄弟どうなっちゃったのかな、それは見てくださいだけどね、結局もすごいフルスロットルで移動してさ、名古屋から東京、東京から名古屋で何食わぬ顔をして朝また立花警部補に会ったりするわけよね。まあすごいわ、自分の保身のためにそこまでするんだ。だからさ、まあ、素直に私の情報提供者になってくれよって言えばよかったんじゃないのの話なんですけれども、まああのシンコの作戦がね逆利用されたっていう最初に私がお伝えしたキーワードポイント通りのところなんでございますけれどもね。で結局ねそのペンダント、シンコがしていたペンダントがロケットなんですよ。今あるのロケットなんて。ロケットって若い人に言って通じないんじゃない？好きな人のね写真とか大事な写真をさ小さく切ってさ、あのね入れとくペンダントのことロケットって言うんですけれども、ね、そこには田代の写真が入っていた。泣けるじゃないの。それなのにこの田代という男冷酷極まりないわって書いてあるねその寺田みのりさんのねその表情をね全く変えない冷酷ぶり、あっぱれですよ。逆に私ね、悪役推しなところもありますから。だってさラストシーンがそのロケットの写真、つまりはシンコの彼への愛だったけれど冷酷な男の表情のままピクリとも変えないのよね。あっぱれってところでございます。なのでねそこのトリックというかシンコの作戦で、このシンコの作戦を逆利用しちゃう田代さん、それで告白手紙を想像に基づいて作っちゃった G メン、あよかったね、面白かったですよとても。はい、まあ、せっかくなので他のお話もというところで、真ん中の第197話、飛行少女ミキ、これはねすごい子供心に私に刻まれたシーンがあるんですよね。うん、あのミキがねタバコをそのまま食べて死のうとするシーンなんだけど、それがものすごく私記憶に残ってて、私の母にね、なんでタバコ食べたらダメなの、タバコ食べたら死んじゃうのよ、そうなんだ、タバコって怖いんだなって子供心に思いました。そのため私もタバコ吸いになっちゃうんだけど、もうやめてますよもちろんタバコはね。はい、まあ、この飛行少女ミキ、これはね山田刑事が主役で、その飛行少女ミキと山田刑事の心温まる微笑ましい交流が描かれるんだけど、交流とか刑事とか心温まった分どう変わるのか悪い方にっていう、まあ、結局あんまりいい終わり方じゃないなっていうお話なんですけどね。うん、少年少女の飛行が問題になっていた頃なんですかね、この頃ね。
そうね、私も中学生の頃は校内暴力全盛期っていうのかしら、とにかく問題になった時期だったのを中学生の私は覚えてますので、そのちょっと前のお話だから、まあ、そうなんでしょうね。うん、暴力団員の父とその娘が非行少女マコ、まあその親子喧嘩とかもね最初の方で出てくるんですけど、まあそれも見物だったりしますが、そのマコちゃんが殺されちゃって、でマコちゃんのその敵討ちをするのがミキなのよね。うん、だからこの山田刑事とミキとのやり取りはね、本当親子、本当の親子のようでね、息がぴったりなんだけど、その分最後ね悲しい結末がやってくるというところなんですよ。で飛行グループのリーダー格の女子、これがねリサっていうのが出てくるんだけど、リサもほら常連さんと、なんだろうな、リサ吉岡ひとみさん姉ちゃんね、うん、リサがねまた悪いんですよ。なんか見ててねドキドキするようなリーダーっぷりなんだよね。でこの結局怠慢勝負になるわけ、このリサとミキが見ていたら結局ね怠慢でもつれ合って、リサが持っていたナイフでミキがリサを刺しちゃう、なんとも言えませんでしたね、見ていてね。うんね、飛行少女ミキ197話で、198はパレットナイフの殺人。え、パレットナイフって何、絵描く時のナイフかい、なんて思ったんですけど、まあその通りでしたね。このねポイントね、幸せになれない女って私書いてある。世の中偽物だらけで始まったこのお話なんだけど、ライフル銃の偽物密造品が暴発して死人が出たっていうオープニングなんですよね。で猟銃店にかかってきた一本の電話が留守電になっていて、かけてきた男女の会話が録音されていった、録音された内容が殺人計画で、狙われてるのが猟銃を使う老人を、まあ、暴発と見せかけて殺すお話で、女の名前がマサヨっていうところですよね。でそれを聞いた G メンが捜査をしていくというお話です。じゃあ狙われてるのは誰だというところなんだけども、で実際に猟銃の暴発事件が起きて、銃の持ち主の息子の妻がマサヨって名前なの。でそのマサヨはかつて画家の恋人達也、まあ、西田健さんが、ね、演じてますね、その恋人達也をパレットナイフで刺しちゃったけど未遂に終わった。で立花警部補に逮捕されていた王再会、この彼女マサヨ演じる不幸な女代表格江夏優子さん。江夏優子さんはさ幸せじゃないんだよね、どうしてもね、うんうん、G メンではね。で達也とよりを戻してて、達也の人柄に惚れ込んで養子にしたこの老人で、で正代が達也と結婚したのは複雑でめんどくせえなと思って見てましたけど、ごめんごめん、殺そうとした男が今夫なの、どういうこっちゃね、ほんとめんどくせえなと思いました。で結局ね犯人はねこの達也なんですよ、西田健さん演じる達也がその老人に復讐するために老人の養子になって、で正代を利用するためにくっついたというね、またそういうところで結局ね、うん、かつての女正代に罪をなすりつけるためのよりを戻した元さやだったというところで、また江夏優子さん正代悲しく不幸な女だったな、二度も裏切られ冷え切った彼女の心をどうやって温めればよいのだろうという立花警部補の一言がラストでございました。はい、この3つのお話でしたけど、私が選びましたのは最初のお話、第196話、東京発光157号のトリックでございます。 DVD67 です。199話、土曜日にネズミを殺せ、どういうことでしょうね。はい、真ん中200話、大空港の幽霊、いいよねこの本当にねタイトル好き、付け方がねうまいと思う、ネズミを殺せだのさ、うん、空港の幽霊だのさ、いいわいいわ。はい、第201話、G メン対香港空手軍団という3つのお話、 DVD67 ですけれども、この中で私が一番に選びましたのは、ごめん空手じゃないの、最初のお話、第199話、土曜日にネズミを殺せ。
でございます。はい、どういうお話か、これのねキーワードポイント、二人の父親でございます。これ、ね、タイトルがすごいなっていうところですけど、見てくださってる方ね、うん、ありがとうございます。この回はいいよというご意見がありまして、楽しみで見始めました。はい、新任の坂口圭氏、まあ偉い人よね、に目をつけられた、ちょっとあんまり出来が良くない交番勤務の坂口巡査、同じ名前じゃない、まさか親子とか言わないでよね、親子なのっていうところのお話なんですけど、はい、でこの親子がどうなのかっていうのも見ものですけれどもね、この子、坂口巡査が勤務する交番のそばを通り過ぎる銀行強盗一家の車、父、息子2人が乗ってるわけですよ。銀行強盗するんだけどね、その中の一人、弟役、古尾谷正人さん、わいいわ。古尾谷さんといえばもう金八先生でね、不良役で出てくるじゃない、ボス役でさ、すごいね若い古尾谷さんが見れた、それだけでもねこれいいですよ、この会話。はい、で銀行強盗しちゃうわけで、交番の若い警察官が出るんだけど、で強盗の、お父さんがこの若い警官に撃たれちゃって、で息子の兄の方にかの警官も撃たれちゃって、でてんやわんやなところに坂口巡査が駆けつけるけど遅い、で検問で逃げ道を全て塞いだって言うんだけど、そんなことできんのかな、まあいいや。で銀行強盗を取り逃がした坂口巡査を責める息子の坂口刑事、厳しいんだよね親父に。でしかも G メンの協力を拒否で、立花警部補が引かないんだよね今回は、いいぞ。で息子の下で働くことになったことはびっくりしてるのよね、この坂口巡査も。でも実際はありえないよね、これはまずありえない話で、しかも現場経験のために配属されたお偉いさんの坂口刑事なんだよね。手柄を送りつけて返さなきゃいけない。バッカバカしくない？バカ言ってんじゃないわって書いてある。先にパクりましょう、仲やけじいぞ、うん、それに賛成、まあ、いつになく気合が入る立花警部補なんだけど、で撃たれてしまった銀行強盗の犯人の父、重傷でさ横になってるんだけど、横になってうなってるところにしっかり食べてとか言ってんだよね、息子が。食べれねえよ、バカ言ってんじゃないよ、早く諦めて病院に行けって書いてある。諦めて、そんなうなってる人に食べさせちゃいかん。で屋上で二人きりの坂口親子で、まあこのね二人の事情が垣間見えるんですけれども、まあ父親を憎んでるわけだ、要するに。まあ細かいところはね見てください。まあそれを仕事に持ち込んじゃダメよね、うん。国家公務員上級試験に優秀な成績で合格した人とは思えませんわ。でそういう人はね、そういうことを仕事に持ち込んじゃいけません。であと諸々の流れがありまして、犯人たちがいるところに行くわけですよ、坂口巡査も。それでそうこうしてるうちに犯人の父親ね、撃たれたお父さん死んじゃうの。まあもう病院連れてけばよかったんだけどね、やっぱり素人じゃ無理でしょうよ、うん。薬買ってきたってどうにかなる問題じゃないしね。でもう坂口巡査が人質になっちゃうわけだ、犯人たちの。でこの終わりはどうなるんだろうなって思って見てるんです、私はね。でこの息子どうするかなって、自分の父親が人質になっちゃってるわけだから、まあ、それが一番見ものなんだなってここに来てわかるわけですよ、ほぼほぼ終盤なんだけど。で犯人の要求がパトカーなの。死んだ父を故郷に運びたい、その一心、まあ、親への気持ちをね、まあ、そんなのはさ、この固いお堅い堅物の坂口圭氏には伝わらないから。で自分の父親が人質になっていても強行突入の姿勢を崩さない、立花警部補が頭を下げてやっと強行突入を見合わせたけれど、てんてんてん、まあ守られないんだろうなって予想がつくわけですよね、ここまで来ちゃうと。私もというか、で結局ねパトカーを犯人にまああげるんだ、提供するんだけど、で坂口巡査もそのパトカーに乗せられるわけですよね、乗るので、坂口警視の手で犯人を逮捕してくださいとか言うわけ、もう自分の死を覚悟してるんですよね坂口巡査は。
で動き出す犯人運転のパトカーを見守る G メンたちなのに、坂口圭司がパトカーを運転する犯人弟、要は不良屋さんにね、発砲して、そうすると兄の方が人質の坂口巡査を撃っちゃって、まあそうだよね。でパトカー内の人物は全て死亡。坂口圭司に詰め寄る立花警部補に、なんだ上司に逆らうのかと逆ギレの坂口圭司。そんでさ、もうブチギレるんだよね立花警部補が。貴様そんなことで警視庁の幹部になれると思ってるのか、怒りの鉄拳一発。本当におっしゃる通りよ、人の上に立てる人間じゃないわね。うん。でここで二人の父親ってキーワード通り、同じ父でも銀行強盗を働いたけれど心優しい息子たちを持った父の方が幸せだったかな。まあ、坂口パパがお気の毒でしたという回でしたけど、ハラハラしてね、とても良かったです。はい、いいですよこの回は、といった皆さんのね、ご意見もすぐよく分かりました。せっかくなので他のお話も、真ん中第200話、大空港の幽霊。これはね、所詮兵隊、公安次官と法制次官の発言がポイントというふうに私がメモっておりますけれども、まあ、成田空港、成田闘争がベースのお話なんだろうなというところで、機動隊と過激派の間で事件が起こって、過激派に発砲して射殺してしまった折原機動隊員、悪者の扱いを受けた、ね、それでね、自殺しちゃうんだよねこの人、悪者になってしまって、で結局その悪者になってしまったね、この機動隊員の折原さん、その悪者になった原因がこの朝比奈公安次官とその法制次官の発言が悪かったんだってことで、この折原隊員のその復讐として仲間2人がこの朝比奈公安次官と影山法制次官を誘拐して、ただ謝罪させるために誘拐してボコボコに殴ってっていうだけの、まあ、誘拐なんですけれども、復讐だったということなんだよね。やっぱり上官の命令って絶対なんだよね、うん、警察も自衛官も、うん、で結局やれって言われればやるんだけど、そのやったのにその警察のその上層部からとか、その上からそのダメ出しを食らっちゃって、で結局悪者になっちゃって自殺しちゃって、どういうことよ俺ら所詮兵隊よなって、許せないっていうところだったんだよね。で結局そのさ、両高官をね、誘拐した2人の警察官は最後は拳銃自殺しちゃうんだけど、もう最初から死ぬ覚悟だったんだねっていうところで、やるせないなっていう、ところでした。確かにいつも思うんですけど、警察官ってほら凶悪犯とさ対峙しなきゃいけないじゃない。いつも日本って警察官が発砲しただけですごいニュースになるじゃない。で発砲した理由とかさ、あれニュースで流すじゃない。いいの丸腰でいけってこと。もともと警察官になりたかった私としては、すごくね警察官がかわいそうだなと思うことはあります。発砲するだけでさ、なんかなんちゃらかんちゃらすごいグズグズ言われるじゃない。アメリカだったら手を挙げるで、挙げなかったら撃たれちゃうんだよ犯人。私それぐらいね厳しくてもいいと思う。やっぱり凶悪事件増えてるしね、丸腰で立ち向かえってこと、それはないわよね。うんうん。でしかもなんかその理不尽さを感じるんだと思います。お仕事的にも上からの命令絶対でやったことでグズグズ文句言われたらさ、やっちゃいらんねえよってなるよね。うんうん。まあそういうところでした。はい。で最後のお話、私の大好きな香港空手シリーズ、 G メン VS 香港空手軍団、香港空手シリーズですよってすごい喜びのコメントが書いてあるんだけど、ただねちょっと いつものというか香港空手シリーズとはちょっと感じが違う。まあ最初はね、香港の街を白いスーツに赤い解禁シャツでグラサン姿の草野刑事が歩く姿で出てくるんだけど、で山田刑事と中谷刑事が待ち構えていて、
あんたの首に縄をつけても日本へ連れて帰る、どうした、一体何があったって感じなんだけどね。結局その草野刑事が G メンを裏切って香港コネクションにの仲間になっちゃったみたいな筋書きなんですけど、まあ本当にそうなのってところでね、まあ後半で出てくるんだけど、なんかいつもとね違う感じでしたね。でもヤンさんがね登場するんだけど、また笑われ方がいいわ。ヤンさん、ヤンスーさん、ヤンスエさんですかね。前作チャイズイキョウの弟永六役、ごめんなさいそのまま間違ってたらごめんなさい、の次は草野に殺されてしまったあの人の弟永六役で、まあまあ同じ双子の弟役なんですかね。生き別れた父親に会いに行って行った草野刑事がというところなんですけど、まあ、詳しくは見てください。うん、ただヤンさんのね黒ベスト姿がいいわ。私悪役推しでもどっちの味方なんだよっていつもここからでしょ、ヤンさん頑張れとか言っちゃうんだけど、うん、で日本の暴力団関東連合と香港コネクションがつながって香港ルート、日本と香港のルートが確立したというね、なんだけども、で日本で逮捕されたコネクションのツートップ、トップの弟の取り調べ中にヘロイン注射をねしようとする G メン、それはやばくないですかで詳しくは見てください。え、それいいですか、マジですか、やばくないですか。はい、で今回もねヤンさんのねボキジャキするこの効果音がすごい、筋肉の効果音最高。はい、でこれまでとはねちょっと本当色合いが違う香港シリーズだなと思いまして、この前編ではですね残念ながら私的にはまだ盛り上がらないわと書いてあります。そうよね、まだ前編だもの、後半で盛り上がれるのかというところでございました。はい、なので DVD67 号では最初のお話第199話土曜日にネズミを殺せを一番良かったお話に選んでおります。はい、DVD68 号、はい、第122話 G メン対香港空手軍団パート2、はい、203話また会う日まで早見涼子刑事、はい、第204話ミスターブー殺人事件の3つでございます。この DVD68 号なんですけど、三刑事お別れの DVD となってしまいました。まあ皆さんからいただくコメントでね、早見刑事のお別れが近い、山田刑事のお別れが近い、草野刑事のお別れも近いなんてねコメントいただいてたので、あ、そろそろなんだなと思いましたけれども、ちょうどねこの DVD68 の中に3話まとめて入ったような形になっておりますが、はい、私がこの中で一番に選んだお話、最後のお話、第204話ミスターブー殺人事件に決めております。はい、え、空手じゃないの、残念、空手じゃなかったです。迷ったの、空手とこれで迷ったんで、ミスターブーと、ただ204話のミスターブー殺人事件に決めました。このミスターブー殺人事件で山田刑事が最後になります。でこの山田刑事最後の回に私一番とさせていただきました。どんなお話なのか、ポイント、警察署長の息子、真の警察官というところ、はい、山田刑事が主役の回なんです。なので、はい、で17歳高校生が覚醒剤中毒、早くねえか、年そんなになんか大変な時期だったんですかね、その薬、覚醒剤に対してのニュースが多かった、なんかそんな気がする、はいはいはい。で立てこもり事件を起こしたの、その高校生が、で猟銃ぶっ放して恐ろしやで母の説得も聞かないお決まりなパターンで小池浅尾さん演じる、小池浅尾さん出てくるとまたいいんだわこれが。で小池浅尾さん演じる城西署の今西署長、人質に死者が出たので射殺やむなしの判断をし、この未成年の犯人をね容赦なく狙撃して死なせたんですよ。でその後この犯人の母親に対しての取り調べが甘かった山田刑事に対し、
厳しく叱責を浴びせた今西署長で、その後ですね、覚醒剤の売人松山が覚醒剤の大量摂取で死んだ。ところがその注射器の指紋が本人のものではないことから他殺で捜査が開始されて、でその犯人がどうやら目撃証言でね、ミスターブーの T シャツを着ていた。ミスターブーって聞いたことがあるようなないような、あの映画の方、それともなんかあの絵を見るとさ、そのプリントの T シャツのね、ミスターブーの、え、なんかミュージシャンとか思って誰と思ってました。で今にあのその犯人がね、ミスターブーの T シャツを着ていたということで、はい、で今西署長にタレコミが入る。犯人は今西春夫、署長の息子じゃん。楽しくなってきたよこれ。だなんてたって小池浅尾さんの息子だよ。父が小池浅尾さんでさ、厳格な警察署長だからどうすんのその息子が犯人だ、殺人犯だって。いや見応えあるよね、もうこの時点ですっげえ見応えあるなと思った。で自分の息子が親のいないところで何をしてるか考えてみたら、なんていう親切な垂れ込みなんですよね。で署長が密かにその証拠品の注射器の指紋を調べたわけ。ただ息子のだったわけ。これはどうなっちゃうわけ。息子その場で撃っちゃうのかなと私ドキドキしたんだけど、この息子役今西春夫を演じるのが逗子義孝さん、ここのところ出てるよね、うん、でがミスターブーの T シャツを着ていたんだよね。でも春夫は殺害を否定。でも殺された松山の売人松山のことは知ってるし、覚醒剤にも手を出していた。劣化のごとく怒る署長父、自首しろって言うんだけど、自首しない息子父は父へのこれまでの恨みを叫ぶ。ぶん殴る父、ああ昭和の親子かただね、このやり取り聞いちゃうんだよね山田刑事が。でこの先どうなるのかなと思って、で署長が息子の写真と指紋を山田刑事に渡して捜査をしてくれ。あ、真っ当な人だった、よかった。ここでさ、なんか裏工作に走るのかなと思ってたわけ私。で、あ、真っ当な署長だったか、よかった、覚悟したんだなと思ったんだけど、逆にちょっと待って、自殺しようとしてるとか思っちゃうわけよね、そこで私も。たださ、この逗子義孝さん演じるさ、今西春夫17歳の設定厳しくない？ 25、6だったらいいかなと思うんだけどさ。あ、まあ、それは余談ですけど。で、嫌な予感。やっぱりね、自殺しようとしたんだよね、署長。まあ、そうなっちゃうかなと思うけど。で、そこでさ、山田刑事が間一髪で止めたの。親が死んだって、息子が立ち直るかはわからないって。逆に生きて見届けろって感じね、うん、山田さん優しいのよ、うん、息子さんのことは誰にも話していません、私に任せてください。でまあいろいろありまして、犯人に監禁されちゃう山田刑事で、同じく同じ場所に春夫も監禁され、でも縛られて転がされてるわけよ。でもあの怪我、撃たれて重傷なのよね山田刑事が。で重症でもう息絶えないなのに春夫を諭す山田で、とにかく早く救急車呼んで、本当にもうさ、もうここで思うわけ、え、山田さん殉職。いやー、私山田刑事の殉職だけで見たくないです、そんなシーン。もう絶対見たくない。いや他の人も見たくないけど山田刑事は特に見たくないです。で結局はね、売人松山を殺した犯人はディスコ女とそのグルの男なんだけど、その動機がその親父で父署長父をな、警察を辞めさせたいだけだけって書いてある、うん、でまあ、 あの春夫もね、少しあのまあ改心したんでしょうよ。その犯人に立ち向かうけどさ、あの弟ダメかっていう時に立花警部補登場、いい時に来るんだいつも。でも救急車は呼ばないっていうね親子の絆も復活、山田刑事警察病院に運ばれ一命を取り留めた。ああよかった、殉職しないけれども、山田刑事最後なんだよね。であの息子の処分もね、軽いものだし、うん、それはまあ署長もほっと一安心なんだけど、署長がね、今西署長が、小池浅尾さんが、山田刑事は私と息子の命の恩人、私のところへもらえないか、どうしても山田刑事が必要だっ
で黒木啓司にさお願いするよね、なんという去り方なんでしょう、まさかこんな黒木啓司喜んで送り出すとは黒木って書いてあるんでしょ、なんで喜んで送り出しちゃうのよ黒木って感じです。で山田啓司の気持ちは確かめないのかって書いてある。ところがさ、その、あの小池さんとさ、あの所長とさ、黒木啓司のさ、話をさ、あのベッドで聞いてるのよ。で、山田啓司が。で、それを聞いて、涙を流してるってことは、それでいいのね。はぁ、あ。うん。まあ、こういう最後でした。あの、これで、あの、Gメンを去るという山田啓司の回だったです。これはね、すごく良かったよ。これ、あの、小池麻生さん演じる所長と、その息子がね、すごいもう覚醒剤に走っていた。で、しかも殺人の容疑。ね、指紋が出ちゃったりしてどうなるのかなって、この親子のね、あのどうなるのかなもあるけど、ここで山田刑事がどう動くのか、所長がどう動くのか、これはね、あの面白かったです、とても、うん、あの良かったなと思いました、とても良かった。もうなよ悩んだのよ、3つのうち3つの中で悩んでこれに決めました。はい、こちらの他のお話も第202話、最初のお話ですね、空手軍団パート2、これはね、だこれと、まあ、最後一騎打ちだったのよね、ミスターブーと。でもミスターブーの方私選んじゃったんだけど、この香港シリーズポイントというか見どころ、ヘロイン漬け、あと泣く赤ちゃん、ね、これ見てください、うん、あの他のお話はねちょっと私なるべく短くね説明しようかなと今回から思っておりますと言いながら、短くなかったらごめんなさい。はい、これはでも前編からのあの続きなんだけれども、草野刑事が G メンを裏切るという信じられない波乱の展開なんだけれども、結局はまあ刑事を取るか親を取るか、要はね、あのまあ裏切りと見せかけた潜入捜査だったっていうのがわかるんだけど、あ、ほらやっぱりそういうことじゃないなと思うんだけどね。草野を見殺しにするな、香港に飛べ、黒木刑事の言葉にみんなが香港に飛ぶわけですよ。でね、まあ、この話の中で、まあ、もちろんヤンさんとのね、あのアクションシーンはもちろんボキジャキーのね、あの効果音ももちろんあの見ものなんだけど、やっぱり今回はね、あの草野刑事がねヘロインを撃たれちゃうんですよ。ギャーちょっとって私ここで思い出すんですね。だから子供の記憶、私がの記憶に残ってるのが、あの禁断症状に苦しむシーンを覚えていて、結局この中に出てくるんだけどね、恐ろしかったですね、見ててね。で、禁断症状に苦しむ草野刑事を見て、テレビでね、なんでこんなになっちゃうのってね、母に聞いた覚えがあります、うん、で、とにかくさ、たくさん打たれてさ、すっかり中毒患者になっちゃうのよ。おでもほんとこのままだと死んじゃうんじゃないかって、顔色も悪くなってるしさ、はい、そんなこんなでもうヘロイン漬けの状態、もうヘロインを欲しがってしまう、ほんと漬け状態で、そのシーンは見物です。クレークレーって言うんだよ、ヘロインをクレークレーって言うんだよ。マジか、演技じゃなくてと思ったけど、本当にね、もうね中毒患者になっちゃってるんです。で、その中毒患者になった草野を肩に担いだヤンさんが、岬の突端で肩に担いでポージング、これはね、これはね、何気にあの何とも言えないいいシーンになっております。見てください。で、どうすんの、そんな肩に担いで岬の突端でポーズ撮ってるんだからさ。さすがやっぱりあのボディービルダーでもあるわけですから、ヤンさん。さすがですね。びくともしないポージング。でね、海に放り投げちゃうのよ。草野さん、嘘でしょ。海ドボンよ。いや、でも生きてるのよ。結局ほら、その、禁断症状で苦しむシーンがまだ出てきてないから、生きてるのは私わかるんだけど。一命を取り留めて、あの桃子ちゃんに助けてもらうわけですよ、看病してもらってね。ごめんなさい、女優さんの名前で言ってますけど。でも禁断症状に歌うち叫ぶんですよね。耐えられずにね、ヘロイン持ってこいって言うんですよ。恐ろしや。で、結局、まあ、数日が過ぎて、まあ、薬も抜け切って、まあ、禁断症状も落ち着いて、気がついたら普通にシャワー浴びてるしって感じなんですよね。ヘロインを打たれてる。あと禁断症状の、まあ、何度も見た夢がありまして、草野刑事が見た夢の中に、混乱の中道で泣く赤ちゃんのシーンがあるんですけど、その真実が語られるわけですよ。で、その赤ちゃんが実は赤ちゃんの時の草野刑事なわけなんだけど、
その赤ちゃんにあっぱれあげていいでしょうか、うん、本当にね、まあ、撮影の時そうだったんでしょうけど、本当にね道に座ってね、あの大泣きしてるんですよね、まあ、当時なので CG とかなんとかないと思いますよ。だからやっぱりほらバタ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 周りで人が走ったりしてる中に置かれれば赤ちゃんも怖くて泣くよねっていうところなんだけど、まあね、あの大泣き姿はね、あのあっぱれですよ、名シーンです。病み上がりの体でヤンさんに勝てるのと思ってさ、まあここは気力で行くしかないわ。病み上がりなのに強いわけよ、草野刑事が。それでヤンさんとの格闘、ヤンさんがさ刃物を向こう、刃物で向こう杖刺されちゃうんだけど、その途端にさヤンさんすっげえ弱くなっちゃって、あらら、ちょっとヤンさん頑張って、どっちの味方よってな結局ね、もうヤンさんね割とねあっという間にねやられちゃうんですよね。で、あーあーって感じで終わりを迎えるんだけども、まあ、今回はアクションシーンよりも親子の物語とヘロイン漬けにされる草野刑事が何より見物だ。それでどうなるのと思ったら、 G メンの草野刑事ではなく一中国人王雲龍に戻って香港に残る決意をした草野さん、これでお別れなのって私ね、あっけに取られた感じでした。と思ったらさ、草野刑事さよならで、立花警部補軽っあっけなくさ、軽くさよならなんだよね。 G メンたちに別れを告げて香港の雑踏を歩く草野刑事がエンドロール。しかもね、オープニングの主題歌をバックなんですよ。いいね。そう、ここはね、面影よりもオープニングのね、 G メン75の方がいいと思います。詳しくは見てちょうだいと書いてありますね。真ん中のお話、はい、また会う日まで早見涼子刑事、これはもうこのタイトル通り早見刑事のラストなんだなというお話ですけども、まあ、目撃者マリちゃん、あと麻薬犬っていうのがねキーワードかなと思う。あの以前のお話ごめんなさい、私タイトルがもうすぐ出てこないんだけど、怖いおじいちゃんが優しいおじいちゃんになって孫のマリちゃんとハッピーエンドだった回を皆さん覚えてるかと思いますけど、そのマリちゃんがね再登場です。そのおじいちゃん沢井純さんも、まあ、再登場した回になりました。ね、すっごいそんな不運ってあるのかなんだけど、早見刑事がそのマリちゃんとおもちゃ屋さんで買い物中にそのバッグを置き引きされちゃうので、案の定そのバッグに警察手帳とか拳銃入ってるんでしょっつったら、その通りじゃない。で、盗まれちゃったわけよ、バッグごと拳銃を。で、その拳銃を手に入れたのがチンピラグループで、その拳銃でマリちゃんのじいじ沢井純さんが撃たれちゃうわけです。で、死んじゃうわけですよ。で、マリ一人ぼっちになったんだよねとかさ、マリちゃんも悲しいこと言うわけですよね。でも早見刑事がもう自分を責めて、で結局その置き引きにあったとか拳銃が入ってたってことはね、本当にね報告しないの、すぐ。早見刑事の癖だよねこれね。結構あるじゃない、拳銃はないんです、どういうことだ、ショルダーごと万引きになぜすぐ報告しないんだ。巡査のおじいじいじがね、まあ、安置されてるわけですよ、そのご遺体が。でその顔にねかけられた白い布を取りの取って、巡査のね、あの亡くなったお顔を見た時の早見刑事の表情、森マリアさん、その表情見てください、すごく伝わってきます、驚きと悲しみと自責の表情。表情はねすごく私もグッときましたね、見ててね。で悲しんでる最中も立花警部補容赦なく早見を責める。まあそりゃそうだよね、もっと早く報告してればさっていうところですからね。で麻薬犬アルファ号というのが出てまいります。それと一緒に進む早見刑事、総集編らしいですよね、早見刑事の総集編らしい、うん、以前もワンちゃんと共演の回があります。ワンちゃんだって警察犬と共演の回がありましたよね、うん、で最終的にはね、もうマリちゃんがあの人質に取られちゃうわけです、チンピラのリーダーに。麻薬犬が男に飛びついて麻薬犬も撃たれちゃって、麻薬犬が殉職。ただもう弾は使い果たされたから、早見刑事が傷を負いながら男と格闘し、そこへ中谷刑事と山田刑事が駆けつけて犯人御用で、早見刑事が退職願を出すけど突き戻した黒木刑事、なんと別の部署へ移動が決定、やり直してこい。はい、あ、そうなんだ。ラストシーンは早見刑事のこの笑顔でございます。はい、でね、パンフレットを読んだら、ガイドブックを読んだら、なんかねまた会えるんだって。でも、ね、早見刑事はね、私印象に残ってるのは大空からの脱出、あれは良かった、忘れませんって書いてあります。
はい、以上3つのお話ですね。三刑事が最後になったお話、お話がまとまった DVD68。私が一番に選んだのは、最後の第204話、ミスターブー殺人事件。よかったです。小池浅尾さん、グーでございました。DVD69 です。これぐらいになると、ちょっと私もね、ちょっとだんだん声が出てきたなって感じですかね。第205話、はい、新 G メン対偽白バイ警官。第206話、催眠術殺人事件。あ、これ面白そうね、タイトル読むとね。うん、第207話、婦人警官連続射殺事件。この3つでございます。DVD69。この中で私が一番に選んだお話は、一番最初のお話。新 G メン対偽白バイ警官でございます。はい、これはですね、ポイント。ナスにつけられたガム。警官の落ちこぼれ。新しい7人の滑走路ウォーキングで始まります。G メン75第205話でございますが。ここにね、田口刑事が乗ってまいります。子供の頃ね、私、田口刑事のね、大ファンだったんですよ。で、白バイ軍団も登場してね。でもタイトルからして白バイ軍団 VS なんでしょ？G メンと。で、その白バイの中に田口隊員がいて、まあ最初は白バイだったっけなんて思い出しながら。で、行きつけのスナック柿の木だっけ？で、トイレを借りるのよね。田口刑事が。で、コーヒーをご馳走してもらい。いいのかよって書いてある、私。で、そんなこんなしてる間に白バイ盗まれるって笑うよね。大丈夫ですか、田口さん。ああ、弱っちゃったなーって言うんだけど、そんな軽いことじゃないでしょう。で、報告もしないのよ。で、自分でなんとかさ、探そうとか思うんだけど、無茶な話だって。その田口さんの白バイを盗んだ偽がね、現金輸送車護衛中の白バイ2台を狙撃して殺し、護衛を、さりげなく取って代わり、って感じなのよね。で、G メンたちが登場すると。この回から立花警部補から立花警部に昇進しております。で、現金輸送車を運転してた運転手さんはもう殺されちゃうわけよね。で、現金盗まれて。で、それに使われた、盗まれた田口さんの白バイは乗り捨てられて。まあ、相当田口隊員は怒られるでしょうね。うん。同僚の白バイ隊員まで殺されてるわけだから。で、この緊急事態を知らなかったんだけど、全然。で、知った田口さん、呆然。遅いよね。で、G メンの取り調べ室に連れて行かれ。立花警部からお前グルか、交通機動隊員にとって白バイとは何だ、盗まれておいて余ったれるな、そうよその通りを反省して、今後多分この余ったれ田口刑事を育てていくんだろうな、立花警部なんて私書いてありますけど、ちょっとね責任を感じなきゃいけません、うん、田口刑事のファンだったけど厳しいです私。でその自分の白バイになすりつけられたガムを見てハッとするんですよ、田口刑事が。その癖を持つ人物、かつての同僚を知ってるわけですね。ユサって言うんだけど、これ目力グッドな佐藤仁也さんが演じております。同僚だったユサ、すぐにわかるんだけど、なかなかその名前を言わないんですよね、かつての仲間だから。でも自分の仲間2人が殺されて、自分の白バイが犯行に使われたんだから、そんな甘っちょろいことじゃダメですね、うん、でこのユサを含む3人の元警察官は、なりたくてもなれなかったの白バイ乗りに、要するに落ちこぼれという表現をしてますけれども、まあ落ちこぼれの逆恨みなのかなというところですね、うん、警官の落ちこぼれは怖い、確かに。もうそのなんだろうな、いろいろとね、まあ、拳銃の扱いも知ってるし、格闘技もねもちろんやるでしょうから、もう警官が落ちこぼれて悪い人間にの方に向こうの世界に行ってしまったら怖い、確かになというところです。クラブ歌手が出てまいります。夏木マリ様、若くて綺麗よね。いや今も綺麗です、もちろん。夏木マリさんね、これまでのね、女 G メン良かったです。これまでの女 G メンだって良かったですよ、もう大好きだもん私。ただね、まとう雰囲気が違います。これはまた夏木さんの独特の空気なんですよね。で結局、謹慎中の田口、謹慎中なんだけど、ユサが運転するスカイラインを追って、で不始末は自分で決着をつけろって、田口刑事を遊佐の説得に行かせるんだよね、立花警部が。で空港をバックに田口刑事と遊佐が対峙する。まあもちろんね、田口さんが勝つんですけれど、まあ、昔の同僚に向かってね、なんだよこのざま、バカ野郎って叫びます。ま
こうして SP からは村井刑事、白バイからは田口刑事、国際なんとかからは津川警部補、3人が加わって新しい G メン始動で、黒木警視正、立花警部とお二方昇進。エンディングは佐々木勲さんが歌うレクイエムに変わっております。レクイエム素敵ね。私も時々カラオケで佐々木勲さんのあの歌でキーをちょっとね動かして歌いますけどね、やっぱりいいですよレクイエム。せっかくなので他のお話も、はい、はい、真ん中のお話第206話、催眠術殺人事件。そうね、これも面白かったのすごく。でね、夜の遊園地、懐かしのドリームランド、よく戸塚にあるのかな、横浜のあったの、うん、唯一でしたよ。あの遊園地といえばドリームランドっていう時代でしたね。私も何回か父にね連れてってもらった覚えがあります。もうなくなっちゃったけどね。でそこのドリームランドの観覧車からマンションの一室を張り込む小田切さん、望遠鏡で見てんだけど、双眼鏡で、で覚醒剤の取引が行われているということで、まあそれはね一件落着したんだけどね、 G メンたちが踏み込んで、その直後なんですよ、小田切警視がその観覧車からあの別のね遊園地内での殺人事件を目撃しちゃうわけです。あの空中ブランコってあるじゃない、回るブランコいっぱい回るやつ、あそこであの殺人事件が行われてるのを見ちゃうわけ、一部始終見ちゃうわけで、めった刺しにされたチンピラサブ、これ林豊さんが演じてますね。それを刺しちゃった寿司屋の大将が谷村さん、谷村さんが出てくる回は面白い、まあ、選べなかったんだけど今回で、谷村さん演じる寿司屋の大将の娘 A 子が襲われているから助けただけだっていう正当防衛を主張するんだけども、あの殺人の一部始終を見ていた小田切さんからすると、懇願する相手をめった刺しにするのが正当防衛なのかっていうところで、A 子を演じたのが結城忍さん、初登場、まあ綺麗ですよね結城忍さんね、その綺麗、すごい綺麗な方で、そのサブを殺した理由、社会のダニだから殺した、世の中のためにならないと谷村さんが言うんだけど、その娘の A 子がサブに襲われたという証拠とか現場誰も見てないし証拠もないのよね。そこに登場するのがなんといつもこわもて悪役の田中宏さん、あの丸大ハムの CM でも有名な方でしたよねこの方ね。田中宏さんがなんと美容研究所の所長細川先生というのを、ね、演じてるんだけど、またねまた面白かった、それが見どころかな。でこの凶器のナイフも細川先生からもらったって谷村さんが言うのよね。本当にいつもこわもての悪役なのにさ、美容研究所の先生ってさ、ちょっとお年風なところもあるのよ。だから見物よ、ぜひ見てください、うん、で催眠術をかける人なのよこの細川さんって人が。で実際にね外国で催眠術で人を殺す事件があったのかしら、まあ、そんな話も出てきながらね、だからね、要するにそのもう精神的にもうどん底だったのよこの寿司屋親子。その寿司屋親子が精神的にどん底になった原因は見てください。だから精神的にめちゃくちゃもう怒っちゃってるこの谷村さんがあの細川先生に催眠術をかけられたら、まあ、あの精神的に弱ってるところに入りやすいんだって暗示が、まあ、この中ではね、うん、暗示がすごく感じあの入りやすいから、その細川さんの暗示にかかって殺してしまったっていう結末なんだけど、その催眠細川さんの催眠術を受けているというかかけられているというか、そう谷村さんがね、そのシーンはねまさにね、なかなか見物で、こういうシーンあんまりないんじゃないかなと 思いますので、はい、谷村さんが細川さんに術をかけられているシーンは、暗示をかけられているシーンはなかなか見物ですよって書いてあるんだけど、結局ねサブを殺したかったのよ細川先生は、自分が譲られてたから、まあ、その原因も見てください。だからあの最初からさ、そのチンピラサブにさ暗示かければよかったのにね、ゆすらないでくれってなって思いました。はい、楽しかったです。楽しく見させていただきました。はい、もう一つのお話、207話、婦人警官連続射殺事件、まあ、タイトルの通りのお話なんですけれども、まあ、公演のシーンが多いんだけどね、ハトポッポが多すぎないかい、ね、あの大きい、あのもうハトポッポが群れてるとね、ちょっと私すごくちょっと苦手なんですけど、
はい、であのスケボー少年だったりあのホームレスのおじさんだったりが G メン部屋に入ってきて津川警部補に脅迫状を渡していくという、ね、お話なんですけれど、その脅迫状に書かれているのが警告、白い豚は死ぬとかね、そんなショッキングな文章なんですよ。白い豚というのが、まあ、この犯人曰く婦人警官のことなんだけれども、であの津川警部補が警察学校で指導した優秀な3人の父兄が射殺されていく順番にというストーリーで、その最終的にはね、この犯人である松岡と津川警部補の関係がキーになるんですね。で自分宛てに封筒がね、まあ、届いて優秀な後輩たちが殺されていくんだけど、心当たりが全くないわけですよ。なんでみたいな感じなのね、うん、スケボー少年が犯人の顔を見てたから、それで得意な似顔絵をね描くわけです、津川警部補が。でその自分が描いた顔に心当たりが思いっきりあるわけよ。で1年前の駐車禁止駐禁の取り締まりでレッカー移動した車がありました。その車の持ち主が松岡なの。その津川警部補はちょっとね同情するわけよね、松岡に。優しくしたんですよ、非常に。だから恨まれる筋合いは全くないんだけど、なぜって。それ要は松岡が、まあ、恋をしちゃったわけ、津川警部補に、まあ、時計までプレゼントしてるんですよ、松岡に、津川警部補は、まあ、そこのくだりも見ていただきたいんですけれども、詳しくはお話ししないんですが、時々3人の父兄のところに松岡が現れてプレゼントを渡して、津川さんに渡してください、で津川さんは来ないんですかとか、要は津川警部補に会いたいばかりに3人の父兄のところに来ていたっていう事実を知るわけよ。でさすがにその3人の父兄も松岡をたしなめつつバカにしちゃって、でそれで今度それが恨みになっちゃったわけ、松岡が。要するに思い込みが激しすぎる幼い男の絶対に実らない片思いが原因だった。この要はストーカー、まあ、ストーカーだよね、うぶなストーカーって私言ったけど、この松岡演じる松橋昇さんね、この方 こんな感じ多いかな。いつかもなんかカナリアの会、鳥のねカナリアの会でちょっと理解に苦しむ動機で犯人だったなーなんて思い出しましたけど、この方だよね。あとずーっと前だけど響刑事に硫酸かけちゃうのってこの人じゃなかった？あ、違った？間違ってたらごめんなさい。ずーっと前だけど。結局さ、この松岡をおびき寄せるために、そのおとりになるのよね、津川警部補が。で、腕打たれちゃって、走って階段を駆け上り、屋上にいる松岡。ただ女の子を人質にしている。卑怯者、撃つなら私を撃ちなさい。って叫ばれた松岡が、女の子を離すんだけど、まあ、結局ね、やっと愛しい津川さんに会えたのに、最愛の津川さんに撃たれました。めでたしめでたしとは言わないけど、まあそういうお話でございました。はい、これもね、うん、ああそうなんだっていう感じで見させていただきました。はい、 DVD69 で一番面白かったお話、一番最初、まあ、新 G メンになったねお話ですよね。新 G メン対偽白バイ警官第205話でございます。はい、今回最後の DVD になりますね。 DVD70 まで見たんだね。第208話、5月26日公主刑。第209話、女が見ていた小殺事件。第210話、出刃包丁を持った男。でこれ3つともなかなかね、あ、どういうお話なの、ワクワクするようなタイトルでございますよ、どれもね。はい、でその通りですね、この DVD70 どれも良かったです。本当にどれも良かった。うん、なのでこの中でどれを一番にするのっていうのは非常に悩みましたね。はい、で悩んだ中で選びましたのが一番最初のお話、第208話、5月26日公主刑でございます。これ立花警部が主役の回でございますけど、このポイント、夢のお告げ、決定的な証拠っていうところですね。これね、本当にねすごく良かったな。どれも良かったんだけど、はい、どんなお話かと言いますとね、
まあ、前科8犯滝川満吉という死刑囚が死刑執行直前に冤罪を訴え恨んでやる立花、まあ、そんな夢を見たわけです、立花警部が。で、気になって確認する、確認するのがすごい、気になって確認したら法務大臣が死刑執行の命令を出したということで、津川警部補が夢占い師に早変わり、夢の中には素直な心の自分が現れるそうですよなんて、まさかちょっとオカルトの回なのかななんて思ったりしたんだけど、で、夢判断の本がね、パッと映るんだけど、持ってた私、このクソの本、私も持ってたでね、夢は何かを告げている。で、そう思うとさ、立花さんも何かが引っかかってそんな夢を見たんだと悩み始めるわけですよ。で、この滝川満吉死刑囚が取調室で己必ずと悔しさとね、恨みと怒りを見せるシーンが、あの、割と最初の方で出てくるんですけど、その表情がね、鬼気迫るんですね。最高だなと思いました、この俳優さん。で、万吉演じる早坂文治さんで、どっかで見たお顔だなとこの時思ってるわけです。まだわかんないの、この時点では。で、うーん、誰だろう、どっかで見た、はい。で、サラ金事務所へ押し入って、そこの社長を殺した強盗殺人の罪で逮捕されて死刑囚になっちゃうんだけど、で、なんでかって言ったら、その被害者の手に万吉の髪の毛が付着で、凶器の刃物にも万吉の指紋が付着で、本腰に決定。まあまあ、大体そうなっちゃうかもね。で、強盗は認めても殺してないって言ったけど、信じてもらえなかった。その逮捕当時の万吉と立花警部の取調室の攻防は、ね、ほんと見ものです、うん。ここをね、よく見ていただくとね、本当にね、この回すごくいいのがね、皆さんにも分かってもらえるかなと思います。で、万吉が盗みに入る前に、そのビルから駆け出てきたラーメン屋台の女、エミ、夫役が小野川幸三郎さん、うん。おそらくこれは冤罪で、凶器に万吉の指紋がなぜついたのか、なぜ髪の毛があったのか、なんかのポイントなのかな、それがなぜかっていうところがあれかな、なんて見てました。で、死刑囚万吉に面会する立花さん、今さらワイじゃないと言ったら信じてくれるのか、どうせなら5年前に信じてほしかった、そりゃそうだって、ここで測ったの。金八先生の教頭先生だよね、3年目の金八先生の教頭先生だわ、メガネかけた、うん、わかりました。で、後で読んだんだ、後で読んだですよ、後で読んだガイドブックにも書いてあったから正解です、はい。で、最後の最後に立花警部が万吉の気持ちに寄り添ったことで、思い残すことはない、死刑受けますとか言うんだよ。マジ私だったら嫌だな、もうなんとか調べ直してよって思うんだけども。で、調べ直します、立花さん。で、屋台のラーメン夫婦はさ、しっかり店構えちゃって、人生バラ色なのよね。やっぱなんかあるよねと思うわけだ。やっぱりこの二人が真犯人だろうなと思います、私も。で、立花警部、死刑執行ギリギリまで待ってほしいとか勝手に出しゃばっちゃったのよね。それで黒木警視正に叱られる。でも黒木警視正の力を借りてギリギリまで伸ばせたはいいけれど、それは立花警部の刑事生命が担保です。そりゃそうよね、ことがことよ、うん。もう真犯人あげるしかないから頑張って。24時間以内ですよ、これすごいストレスじゃない？私だったらもう5キロ痩せるわ、はい。で、このラーメン店のエミ、この過去を知るクラブママ、新橋太子さんでいいんだっけ？新橋太子、新橋さん。まあいい。このママもいいわ。このママもね、すごくいい。すごく、なんかドラマをさ、締めてくれるよね。で、このエミオンのこと知ってたわけですよ。でね、枕探しの泥棒女だったんだって。で、ごめんなさい、枕探しって聞いたことがなく、調べました。要はその枕探し、寝ている人の枕元の金品を奪う泥棒のことなんだってね。だから寝ている人のものを盗む人のことらしいです、はい。で、エミがそうだったということで、その出前に行った先のそのローン会社の社長、そのビルのローン会社の社長の子に出前持ってったら、自分がかつて枕探しでお金とか盗んだ相手だったわけよ。思いで、ああ、つながったなと思った、そこで。で、やっぱり、要は脅されて何してで、まあまあ、殺したわけだ。まあ、それも正当防衛なんだけどね。うん。で、ラーメン屋に乗り込む立花警部、カウンター越しに問い詰めるの、そのシーンもいいですね。エミのうろたえようがいいよね。もうほんと、わかりやすって感じですよ。
でそこへ夫が出前から戻ってきて店を早じまいするんだけど、出前の大盛りラーメン3つはどうなるんだろうってそんな細かいところが気になる私でした。で結局この夫婦がまあ犯人なのよ。で自分の妻がその男を殺しちゃったのを知って万吉に罪をなすりつけた。すごいよね。罪をなすりつけるために万吉のアパートを調べ、アパートに忍び込み、でその証拠を、ね、作り出すわけです。あのラーメン屋夫婦が真犯人でしたっていうところなんだけども、であのラストがね、死んだはずの女西田健さんが出てきてた。あれもね、あのカップルが2人の男女があの最後はね、あの探さないでくださいって形で冬の山に入っていくっていうラストシーンだったんですけど、それのねラストが似てるんだけど、このケンさんのカップルと違うんだよね。このラーメン夫婦はずるい、山に入っちゃダメです。もう樹海で真珠とか許されないよ、本当に。真犯人として世間に出ろって書いて、怒りの私って書いて、怒りの見堀って書いてあります。もう一人ね、一人さ、死刑囚で何年も過ごしてるんだから、監獄で。悪いと思えばなおさら謝罪しないといけません。ただあの滝川満吉死刑囚良かったですね、今回はね、この早坂文治さんとっても良かったです、なので面白かったです。ドキドキするしね、24時間で見つかるのかっていうところもありましたけれども、ね、夢のお告げとか、せっかくなので他のお話も、はい、真ん中のお話209話、女が見ていた小殺事件、これも良かったんだよな。本当あの最後にね、これと一騎打ちだったんですよね、中谷刑事が主役、女が見ていた小殺事件、まあ、これはね、足の銃弾っていうのがもうポイントですね。あと少しで時効になる自分があの関わった事件を思い出してナーバスな中谷刑事が主役、五十嵐という女、君よ、中島葵さんという方が演じてますね、があの中谷刑事に電話をします。うちの亭主が時効になる事件のことを知ってるから来てほしいって言うんだよね。で待ち合わせ場所もさ、鉄橋の下に行っちゃうわけ。中谷刑事ももうこの時点で嫌な予感しかしないんですけどね。だから結城警視正、時々出てきますけど、中谷刑事のことで黒木警視正呼び出されるわけ。だからなんと中谷刑事に逮捕状が出てるんだって。もうだから言ったじゃん、軽々しく知らない人と待ち合わせたらダメだよねってとこなんだけど、その時効になる1億円強奪犯の五十嵐が、まあ中谷に撃たれて、その立橋、あの鉄橋下で殺された、中谷に撃たれて殺されたということになっちゃったのよ。でだってなんて言ったって、五十嵐の体内から検出された銃弾が中谷の拳銃と一致なんだって。そんなバカな、だからそれがどうしてかっていうところがね、この回の面白さだと思いました。で要はもう時効になっちゃったんだけど、その時効になる前の捜査の時に一人男をね撃ってるわけですよ、拳銃で、中谷刑事が。でその中谷刑事が撃った拳銃、あの弾が足に当たったので、そのまま時効まで過ごしたわけですよ、この五十嵐犯人が。だからあの司法解剖で五十嵐の体から中谷刑事のあの弾が出てくるという、まあ、トリックというか、真相なんだけど、それで中谷刑事が疑われたというところですね、これは筋書きとしてはすごく面白いなと思いました。でこれね、すごくね、またあの話のベースに流れるのが、この五十嵐の女だった、君よ、の演じた方、葵さん、とてもいい女優さんだなと思いました、見てて。で最後のお話210話、出刃包丁を持った男、これもね面白かったんですけどあのこのポイント、田口刑事のメンタルあのとにかくね、田口刑事がね弱いんですよ、とにかく弱い。見てください、あの包丁を持った男久男に警察官が撃たれ、あの刺されちゃって拳銃を奪われた。それでその片岡が行き、あの田口刑事行きつけの喫茶店で、アコちゃんが怪しいってなんか鼻が効いちゃって、田口刑事に連絡したら、田口刑事がもう店に来ちゃうわけですよ。だけどすでにその久男はあの喫茶店を出ていて道を歩いてます。で「あの止まれ」とか言うんだよね、「待て」とか、なんか声かけちゃうんだ犯人に。それで発砲してきた犯人が、だから田口刑事も撃ったんだけど、結局あのそれであのお店の中にいたアコちゃんのお姉ちゃんが、あの弾が当たっちゃうわけですよ。それで事実が判明して、なんとお姉ちゃんに当たった弾は田口刑事の弾だったってことなのよ。
だからお互い撃ち合ったけど、田口刑事が撃った弾があの電柱で跳ね返って、あのお姉ちゃんに当たっちゃったって、おお射撃下手なんだなっていうところなんだけど、もう何もかもが上の空で、結局射撃が下手だけど犯人に向かって撃ちましたとか言うんだよね、田口刑事もね。でアコちゃんには引っ叩かれるし、散々なんですよ、もうメンタルガタ落ち。ショックで呆然としている田口の頭を冷やして差し上げるド S 中谷刑事って書いてある。でモンタージュ写真も作れないのよね、もうメンタル落っこっちゃって。で拳銃をまあ返したりするのよ、黒木警視正に。で立花警部も怒るしね。でそんな間にさ、あの久男がさ、犯人の久男がさ、また発砲してさ、どんどん人を傷つけていくんです。その間にね、あの中谷先輩と田口刑事とのやり取りもいいですよ、うん、中谷刑事をね、あんた呼ばわりしちゃうからさ、田口刑事も本当このメンタルいつなったら上がるんだろうなと思って見てましたけど。でやっとね、アコちゃんの証言でできた似顔絵を見た田口刑事、この男だ。でメンタルが上がります。でその犯人久男の実家がスナックさよ、そこでスナックのママであり母である、女優さん川口敦子さん、いいよね敦子さん、いいんだよね。で飲み屋のママ役が多い彼女ですけれども、この方がね出てくるとね、本当にドラマがいいものになるというか、引き締まります。いい母じゃないのは分かってるのよ、この方が出てくるところで、うん、その早く久男自首するんだよとかっていう母じゃないのは分かるんです、もうすぐに。でもドラマがね、締まりますね。結局ね、この母の紐男が、また、いい悪役さん、堀田新蔵さん、お顔の感じがさ、佐々木勲さんに似てるんだよね。で、結局田口のせいで中谷刑事が撃たれちゃうんです、最後の方で。もうどういうことよって私も書いてあるんだけど、おえ犯人を産んだっていうさ、長谷刑事の言葉にも体が動かない田口刑事、メンタル上がったんじゃないの、大丈夫とか思うんですけど。でもう長谷刑事の優しさをね痛感した田口刑事も、ほんとやっと最後の最後の最後にやっと気合が入って、遅いんだけど、で俺は死刑だから助けてくれよ母さんってさ、犯人の久男がさ、スナックママの母さんに電話するんだけどさ、どこまでも逃げるんだよって言っちゃうんだ、母が。やっぱり毒母だったかって書いて、まあ最後はね、田口刑事が、まあ、犯人逮捕で一件落着なんだけど、もう強くなれよって書いてある。もうとにかくこれは出刃包丁持った男に関しては、田口刑事のメンタルに注目してみてくださいというところでございます。はい、これも楽しかったですよ。ただね、この DVD70 では3つとも良かったんですけれども、まあ、選びましたのは最初のお話第208話、5月26日、公主刑にしております。はい、いかがでしたでしょうか。今回はシリーズ番外編、待ってた G メン75パート20を迎えました。ありがとうございます。もうG メン好きの方に見ていただけるだけでね、本当に私も感謝感激、嬉しい限りでございます。コメントもね、皆さんたくさんくださるので、今後もどんどんどしどしコメントいただければと思います。この DVD を見てくださってる方と、やっぱり東映チャンネルを見てくださってる方で、やはりまあいろんな兼ね合いがあるんでしょうか。どうしてもその同時進行にならないんですよね。 DVD コレクションの方が多分先を行ってるのかなと思いますので、なかなかコメント、東映チャンネル組の皆さんはなかなかそのコメントとかコメント投票に参加していただけない場合もあるのかと思うので、どうしようかななんて思いますけれども、ぜひぜひ可能な限りですね、コメントやコメント投票、コメント投票はねまたご案内しますので、まあ、それでいただければなと思いますけれどもね、まあ、今後ともどうぞこのシリーズ番外編応援してください。よろしくお願いいたします。ついでに私の歌も応援してくださいませ。よろしくお願いを申し上げます。次はだから第21弾になりますね。もう後半に入ってきたのかなと思いますから、最後まで絶対続けますよ。皆さんの力を貸してください。よろしくお願いいたします。みほりんでした。またね。